それでは今から三輪優輝選手のインタビューを始めさせていただきます。まず試合を終えてのご感想をお聞かせください。はい、柴野選手のパンチが想像通りですごく重くて、ちょっと面食らう部分もあって、もっと蹴れる試合だったんで、本当もったいないなって今思ってます。ありがとうございます。続いて相手選手のご印象について教えてください。そうですね、印象はパンチがものすごく強くて、ずっとアグレッシブなイメージです、印象です。ありがとうございます。それでは記者の皆様に伺います。ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。さっき島野選手がコメント来られて、なんか今日は特別な試合で、ものすごくこう強い気持ちで戦ったんだっていうふうにおっしゃってたんですけど、そういうの感じましたか。そうですね、もちろんその武道館ということもそうですし、僕にとっては島野選手が相手っていうことですごい気持ち入ってたんで、でも最後下ばっか蹴ることに集中しちゃって、もっとお客さんに見せれるような試合が全然できなかったし、倒しにもいけなかった自分が本当情けないと思ってます。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは最後にカメラに向かってファンの皆様にメッセージをお願いいたします。今日は応援ありがとうございました。ちょっとまた出直してやり直します。また応援お願いします。ありがとうございます。それでは以上、三輪優輝選手のインタビューでした。ありがとうございました。